人道線路にはこれまずいからね。これちょっと当たってやる。あ、そのこれ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 見てね。これ菊池山古墳。あ、さっき聞いたやつだね。これ円墳やったかな。円墳で30m、高さ5m。自分でございますから。藤井などもあった。これ乗ってないからね。ここに乗ってないとはどういうことでございましょうかね。ほら見れますよこれ。中には鉄線張ってあるから入られへんけど、鉄線が見えないからね。さっきは入ろうと思ったらね、入れたんだね。英雄ちょっとねいびつになっとるけど、英雄はい。英軍と言われば英軍やで、砲軍と言われば砲軍やし、これは砲軍の形です。形してるね。はい、菊池山古墳でございました。直径が30m、高さ5m。はい、ありがとうございました。はい、バイクが回るでございました。もう電池が切れるかな。切れるまで届か。どこでんだ。周りは回らないね、ここね。この電池を乗るまでかな。電池61m。高さも7、8m ね。こういう感じだね。こう行ってこっちが公園部。あ、ここいね。あら、看板なかったかね。ああ、これで分かる。これで前方越えると、これで分かります、これ。ね、笠山古墳、全長が61m。もうちょっとあれ、どんな感じするんだけど、61m かね。高さが10m 未満かな。あ、綺麗にやってくれてるんだよ、これね。やってくれてましたね。看板あるんだろう。全長61m。こういうもんだから2m。2m じゃないだろう、あれ。2m じゃないけど、ちょっとおかしいね。現代地、こんな感じか。博物館どっかね、どこあるの。この村か。この村だね、博物館。あとね、孫太陽古墳をちょっと見たいんだけどね。これも全部越えよう。
仁徳天皇陵のちょうどね正面の後ろやけど、そこやな。いや、孫田湯山古墳、孫田湯山古墳雄大寺、これでいいよ。7で7メーターやったらな、墳中が65メーター、5世紀の中頃、はい、ありがとうございます。ちょっとね見てみましょうか。看板が入れに来たくなかったんだな、何にも。65メーターやから、7.7メーター高さが、これと分かるね。まあここ何回も撮ってるからね。ああ、そうやね。日本書紀は1300年やからね。その前、300年前か。ありがとう、すんまへん。